プロレスアスキー大師匠、こういう始まり方だったんですね。もうやっとわかりましたよ。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。ありがとうございます。さすがぶつけ本番。いやいや、今日ですね、今日はですね、なんと、はい、レッスルワンの大和ひろし選手をおいでいただきました。ありがとうございます。どうもレッスルワンの大和ひろしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、噛んじゃいましたけど、はい、よろしくお願いします。いやいや、それで、今日のですね、タイトル、はい、努力に勝る力なしスペシャルと、私の座右の銘を使っていただいて、ありがたいですね。いや、今日ね、どんなタイトルにしようかなと思ってね、いろいろ考えたんですけども、はい、あの大和選手のね、そのフェイスブックで、はい、ね、はい、大体最後に努力に勝る力なしと、はい、毎回書いてますからね、もう考える余地ないじゃないですか。そうそれしかないじゃないですか。そしたらもうそうですよね、失礼いたしました。ですよね。そして今日も、はい、今日もまたまた、はい、山崎恵子さん、よろしくお願いします。はい、ね、ほぼレギュラーですか。実はそうですね、もうほぼレギュラー、準レギュラー。なるほど。で、今日ですね、実はあの、そう、はい、あの今日はあの、はい、増田さんも ね、あのギャラリーとして来ていただいて、声だけね、声だけ、ね、そう、ちゃちゃを入れていただくという感じで、一番のメインです。復帰戦で、はい、そうそうそう、よろしくお願いします。はい、よろしく。たまには、はい、というわけで、じゃあ最初のご質問からね、ま、進めてまいりたいと思います。はい、はい、まずはですね、大和ひろし選手について。あ、ついてね、え、はい、もう本当にシンプルなタイトルですけれども、はい、ね、どうしていいや、ね、大和ひろし選手スペシャルみたいな、だいぶざっくばらんなもしますけど、というわけですけれども、大体と招待中、そう体操のないというね、かぶりまくってますね。で、大和選手は、はい、今レスルワンでね、ご活躍ですけども、その前はまあ全日本プロレスと、はい、ね、いうことですよね。はい、で、全日本プロレスの時に武藤塾で入門されたわけですよね。はい、そうですね、2006年ですかね、2006年、入団テストを受けさせていただいて、はい、で、2007年、8年ですね。はいはいはい。いや、2008年はもう日本帰ってきてるんで、2007年デビューですかね。デビュー、そう、はい、2006年、2006年の入団テストを受けたんで、そうですね、熊本から練習生で、2007年の2月22日にデビューしたんですよ、メキシコで。メキシコでデビューしたんですね。メキシコのアレナ・ナウカラパンってとこですね。おー、はい、で、あのカイっていう男とタッグを組んで、まあ、タッグを組んで、はい、カイとタッグを組んで、まあ、トラウマ1号2号と。そうトラウマ1号2号でしたね。そうです、一生つきまといますからね。ですよね。そう、はい、でも面白いのはですよ、トラウマ1号2号ってね、もうデビューさん相手誰って言われて、うん、絶対オチになりますからね。必ず取りに言わせてもらいたいんですよ。日本のレスラーですよ。いやいや、もうメキシコ準備して、向こうの、はい、あのネグロ・ナバーロっていう選手の、はいはいはい、あの息子の2人ですね。ああ、はい、そうですか。でもなんか日本的な名前ですよ、トラウマ1号2号ってね。まあ、だからそのネグロ・ナバーロさんもその結構日本とこういろいろ行き来があったりするので、そういったところでこうトラウマっていうのを、はい、使ったのかもしれないですけど、そこも全く分かんないですね。もうマスクマンなんで、もう発音が違うんですね。メキシコ語なんですかね。トラウマ僕もスペイン語で、トラウマ、すいません、メキシコ語なんてないっちゅう。ありがとうございます。すいません、カメラさんからの試験。そうそういう番組ですので。なるほど。そうそうそう。いろんなとこ声入ってる。声入ってる。全員がレギュラーです。で、山本さんはですもんね、大学時代、まあ、高校大学でレスリングやられたんですよね。そうなんです、ね、レスリングがベースにあるということですよね。で、レスリングでもかなりいい成績を学生時代残して、なんとか、はい、ね、あの、はい、ジュニアオリンピックっていうね、はい、大会で76キロ級で3位。3位ですね。はい。で、なぜプロレスなんですか。逆なんですよね。その僕の場合はもうプロレスがまずあって、でレスリング始めたんで、ですからレスリングでどんな成績残そうがプロレスだったんですよ。あ、そういうことなんですね。はい、要するにもプロレスラーになりたいというのがあって、そうです、はい、でもレスリング始めようと。で、基礎体力つまりそれは通過点だったと。通過点ですね。てか全部がそうですね、僕の中では。だからそのもう大学に入ったらそうですし、大学であの教員免許を取ったりしますけど、全部そういうのもひっくるめてもあのプロレスのために歩んできた道ですね。じゃあもうあの若い頃からプロレスラーになりたいというビジョンがあって、そうです、中学2年生から、まあ、プロレスラーっていうのを志して、そのままずっと来た感じです。あ、そうですか。じゃあ今、もうその時に考えてて夢がもう実現して、そうです、もう選手しまったんですね、なんかうまいこと。いやいや、もうこれからまた大きな夢がね、まだ待ち構えてると思いますけど。はい、まあ、もちろんですよ、はい、そうですか、そうすると、そうかそうか。じゃあ、 あの入門がその2006年ですね。2006年で、はい、で当時、誰に教わったんですか。
座ってたのはカズ林さんですね。あ、やっぱカズさんだった。友達だとそうなんですね、はい、厳しかったんですか。厳しかったですね、はい、でも基礎体力っていうか基礎的な体力っていうか、ね、あのレスリングで鍛えられてるから、まあ、そういう意味では、ね、はい、まあ、あのプロレスの上積みというかね、その基礎体力の上に上積んでいったという感じですかね、うん、そのありがたいのがあの、うん、マット運動ですかね、あのやっぱりそのレスリングっていうのは、うん、もう必ずあの準備体操でマット運動やるんですよ、はい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 、で、まあ、プロレスでもまずあのまあ、まず基礎体力トレーニングやって、それからマット運動をやって、でまあこういろいろ技の練習をしていったりとかするんですけど、はいはいはい、やっぱこの入団テストでもマット運動ってあったんですよね。でなかなかこう日常生活の中で、あの前転後転とかってやることないと思うんですよ、はいはい、そういった部分がちゃんともうあのできるようになってたんで、そこはもう入団テストの時からすごくありがたかったなっていうのは、入団テストの話になると、ちょっと振ってもいいのかどうか分かりませんけど、はい、物まねをしてなんかこう受けを狙ったみたいなところがあったみたいですけど、これっていうのは どういう指示だったんですか。受けを狙ったっていうのはすごい残念ですね。あ、残念ですね。すいません、すごい悲しい状況。あ、悲しい状況ですか。悲しい発言ですね。あ、すいません。あ、そうですか。すいません。いやいやいや、これは どういうことだったんですか。そうですね、あの、その入団テストの中で、まあ、あったのがまずあのマット運動をやって、はいはい、でそれから基礎体力だったと思うんですよ、はいはいはい、でその後に、あの、まあ、全部その基礎体力まで終わってから、はいはい、突然ですね、あの公開の入団テストだったんですけども、お客さんも入れてですね、はい、あ、そうかそうか。で、その時に、まあ、あの司会を務められた、まあ、その時は木原リングアナウンサーなんですけど、全員プロレス、はい、木原さんからですね、うん、あの社長の、まあ、武藤敬司選手は、こういったあのお客さんが入ってる場で、はいはい、あのまあ、自分をアピールできる人が大好きだと、なるほど、もし我こそはここで自己アピールができるという人は、まあ、先にこう手を挙げてくださいということが言われたんですよ、はいはいはい、でそう思った、そう言われた時に、もうこれしかないなと思って、でも本当真っ先にですね、手を挙げて、でも3番目にやらせていただいて、はいですね、でだからそう言って、あの、まあ、なんでこうじゃあモノマネなんだっていうことになりますけど、やっぱそのまああの受けを狙ってって思われるかもしれないんですけど、僕あの、大学の時にですね、あのお台場の大江戸温泉物語っていう、あそこの、はい、あの縁日のコーナーでバイトしてたんですよ。縁日のコーナー。縁日のコーナー。あそこでもいいよ。あそこ私一回行ったことありますけど、すいません。でまあそこであの、まあ輪投げとか吹き矢とかあったんですけど、まあ綿菓子も売ってたんですよ、はいはいはい、で綿菓子を売ってる中で、どうしてもその綿菓子で作ってる間に時間かかるんですよ。ああ、こうね、はい、ちょっと間もね、まあ、ね、そうなんです、待たなきゃいけないと。ああ、そうか。でその時に、お客さんをこう待たしてるのが申し訳ないと思って、であの僕が売ってる時はその綿菓子の機械にお品書きとこ書いて、でそのモノマネのレパートリーを貼っといたんですよ。で作ってる間にもしよかったらこうあのお暇な時間にモノマネやりますんで選んでくださいってことで、もうずっとあのもう言うなれば辻モノマネですよね。辻モノマネやり続けて、であのまあ厳選して残っていったそのモノマネたちを出したわけです。そこで厳選して残っていったそのものまでというのは、はい、でそれはあのその時にやったのが一国堂と、はい、ぶらり途中下車だったんですけども、まあ、そんなにあのぶらり途中下車で、はい、まあ、時間もないと思ったんであの、本当はあの2つだけになっちゃったんですけど、はい、まあそのまあ、どこを出してもこれはもうそれなりのクオリティを保ってられるかなっていうもの、はい、かなりじゃあ計算してやってますね。そう、もちろんです、ね、僕は人生は計算しながらじゃないとできないんで。いやでもね、素晴らしいですね。この間のグレンタイ、東京グレンタイ工業にあのお伺いさせていただいて、もう本当ビッグサプライズですよ。あの歌が聞こえてきて、山本さんの、いやー山本さん来られるんだってびっくりして、まあ、出てきて白いスーツで出てきて、はい、で歌歌われて、いやもうねエンターテイナーだなってすごい思いました、ね。レスラーですよね。パーッとね、そうレスラーです、そうまさに要するにパーッと見ていやら。いやでもそういうのもやっぱり ね見せるっていうのもね、やっぱりレスラーのね一つのやっぱりものですもんね。でまあそうですね、あの、ああいう場で本当あの何もこう告知もされずに、まあ本当直前に決まったんですけど、出させていただけることも、はい、あのやっぱり我々のレッスルマンっていうのはあの初めの旗揚げの時が、対戦相手が全員 X だったりしたんで、はいはい、そうですよね、まあ、その X っていうキーワードは外せないと思うんですよ、ああそうか、はい、もう X がいることも X っていう、X がいることも X、 最高の X でしたんで、最高 X は誰も想像してなかったですもんね、はい、レッスルマンらしいもう登場させて
いやまさかって思ってました。しかも試合もせずにという、いやいやいや歌だけ歌ってる、歌だけ歌わせていただいて、そう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 、はい、やびっくりしました、歌だけ歌ってレスラーの告知をして帰っていくという、でも歌えるレスラーってそういうのがいいですよね。うまいレスラー、歌がうまいレスラーっていいですね。うん、そうそうそう、いやいやいや結構いる、いやもうだって、はい、あの声がいいですもんね。いやいやいや、そうですね、いやなんかかっこいいなって、単純にかっこいいなと思いますね。いやいやいや、本当はもうプロレスを始めなければもっと歌う声は良かったんですけど、ああ、ね、でも喉潰れちゃったんですか。いや喉潰れたのはもう練習生の時ですね。あ、はい、もう一生懸命声出してたら、それでもうあのモンタヨシノリと同じ現象が、ああモンタヨシノリと同じ現象が、でもやっぱりレスラーやってる方々ってやっぱり声が少しね潰れてたりとかしますよね、やっぱりね。そうですね、ラリアットに潰れるって言いました。その方がハスキーでいいじゃないですか、色っぽくて、まあ、いや色っぽくて、でもやっぱりですね、そのモノマネがだいぶこうネタが減ってしまってそのモノタカしちゃったせいで、なんかここ で、 ですよ、ね、ここでモノマネとかお願いしちゃったらなぜですか。これがかかっちゃうんですよね。ああ、そっか、わかりました、そうかそうかじゃあちょっと控え、うまいですね、うまいね、はい、ということで、であのメキシコにしばらくすると行きましたよね。メキシコは1年後ぐらいですか、はい、入門してから。メキシコそうです、練習で1年間やってそれから行きましたね、うんうん、ね、メキシコではカイさんと一緒に、カイと一緒に行きまして、うん、2人ですか。2人ですね、向こうで合流した選手が2人いまして、そうですか。で1人がそのメンソールエイジっていう、ですよね、はい、ああメンソールエイジ、はい、でもう一人があの今 DDT の、 あの佐々木大輔選手です。あ、佐々木大輔選手、はい、おお、なるほど。あちらじゃあ4人でじゃあ行動されてたんですか。ただですね、うん、まあ、4人でこう試合することはもう1回しかなかったんですよ。ああ、そうですか、まあ、たまにこうちょこちょ こ、 こう入れ替わりでこう組んだりしてて、うん、でも一番多かったのはその3人ですね、僕と甲斐とあと佐々木選手、あ、佐々木選手、その3人で組むことが多くてですね、はい、でそこで、まあ、タイトルマッチに挑戦したこともありますし、うんうんうん、はい、ただ、後半といいますか、日本に帰ってくるちょっと前ぐらいになると、まあ、結構一人でいろいろ動き回ったりとかもしてたんで、あとでじゃあその話はね、お聞きする、でメキシコに行って、はい、メンソールウェイさんはこの間、選手はね、この間、メンソールウェイさん出ないからですけど、メンソールウェイ選手はこの間一緒に出られ、一緒っていうか、グレンタイ攻撃グレンタイ攻撃いましたね、はい、なかなか面白い試合でしたよ。ああ、そうですね。で、全日本に戻ってきて、はい、でチャンピオンになりますね。そうですね。まあ、そこからだいぶ、挑戦するのも2010年ですか、うん、2010年の多分1月に挑戦したのが、タイトルマッチ初めてですし、はい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 、なかなかその、まあ、機会もつかめないままだったですね。ああいうのってそのジュニアの、 その、まあ、世界チャンピオンに挑戦するというのは、はい、どういうステップを踏んでアイプロレスの世界っていうのはああいうチャンピオンに挑戦できるんですか。やっぱりそうですね、一つはその、うん、もう、チャンピオン側にこう認めてもらえないと、はい、挑戦する資格もないですし、あともう会社に認めないと、はい、挑戦できないですし、はい、ああそうか、やっぱアピールしていかないと、アピールもそうですし、やっぱ結果も出していかないと、結果もね出していかないとね、はい、そうすると、最初に、チャンピオンを取った時は佐藤ひかる選手でしたっけ。カイ選手ですね。カイ選手か、カイ選手か、カイ選手を持っていたのを取ったわけですね。そうですね、はい、で5回防衛してるんですよね、うん、5回ですね、そうそうたらメンバーですよ、防衛戦の、うん、佐藤ひかる選手、田中稔選手、はい、ね、ケニオメガ選手もやってますね、やってますね、はい、ケニオメガ選手ってどういう選手ですか。いや本当何してくるか分かんない選手ですよね、うん、あ、何してくるか分かんない、分かんないですね。で、壊し屋なんだ。いやいやいや、いやでもあの時は僕が結構彼のことずたずたしちゃったんで。あ、ずたずたしちゃったんですか。あのかなり激しい試合ありますからね、彼もね。僕がジャーマン投げた時だったんですけど、うん、僕の歯があの彼の背中に触ってしまって。あっ、見てた、覚えてる、覚えてるそれ、うん、そう、背中から血が出ちゃったんですよね。そうで、多分彼も背中縫ってますよね、うん、縫ってますし、僕もあの前歯が抜け、うん、折れたっていうか、まあ抜けちゃったんですけど、抜けてましたよね、試合中にみんな帰ってくる、髪ごと抜けましたね、うん、はい、なんですけど、くっつきましたね、くっつきた、だ今は自前の歯なんですよ。あ、本当すごかったですね、はい、いやすごいですよ、トカゲの尻尾みたいですよね。ですよね、でもレスラーの人たちって前歯ない人多いですよね、はい、多いですね、差し歯してる人が、はい、うん、案外、田中さんもそうでしょ、うん、そうですね、田中さんもそうですね、え、
じゃあもう消去ぐらい仕方ないんですね。ねえ、ですよね。結構簡単に折れるんですよ、折れる時って。歯ってあれですよね、途中から欠ける時もありますよね。あります、あります、ね、はい、結構簡単にポキンっていくんですよね。なんか女性ファン知らないかもですね。ああ、なるほど。ああ、はい、そうですね。そうですね。川田さんとか長谷さんはもうバレバレですけど、バレ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 さん、バレバレないことないですもんね。ど真ん中始まる、ど真ん中も全然ないですから。お店でもたまに外してますよ。あ、そうですか。あ、川田さん家近いから川田さんのお店でね。ね、で、カズハヤシさん、金本浩一選手と、はい、ね、で、私あの、山田選手のね、試合を見させて、はい、こうスピードがすごいですね。ジャーマンで投げる時のスピードとか、あの裏投げで投げる時のスピードすごい速いなと思うんですよ。お、初めて言われました。あ、本当ですか。はい、なんかすごくバッと投げる感じ、はい、うん、スピーディーだ。あ、そういうイメージがあるんですか。あ、そういうイメージがあるんで、裏投げ結構やりますでしょ。そんなことないですか。まあ、そうですね、ちょこちょこ使ったりしますけども、はい。で、なんか必殺技って書いてあるんですけど、裏投げ書いてないですよね。必殺技じゃないですね。とか、あ、そうですか、はい、あ、そうですか、失礼しました。クロスアームスープレックス、あ、こうクロスアームプースープレックスね、はい、それとあとダイビング戦闘、はい、うん、ノーザンライトボーン、はい、実は山本選手は新日本も出てるんですよね。そうです、だいぶ前ですね、もうそれこそあの F4 っていうのを組んでた時ですね。あ、小島さとし選手と、はいはい、あとあの海斗で僕で組んでたその F4 の頃ですね、うん、まだF4 なのに3人だった頃です、ゾディアックが入る前です。ゾディアックが入る前、仕込みところ満載だった、ね、満載だった頃です。あ、まあ、よくタルさんに突っ込まれてましたよ。あ、タルさんちょっと中身言いませんけど、タルさんに突っ込まれてたんで、もう最終的には自分でマイクの時に、3人ですか F4 ですって言ってもらう。自虐的な、もう客からヤジが飛ぶ前に言ってますよね。飛ぶ前にもう、こういうもんなんですよっていう。山本選手はマイクは好きな方なんですか。マイクは、ね、そうですね、うん、はい、まあでもやっぱりきついとこはきついですよ。あ、です、もう全く無反応の会場とかですね。ああ、そうですか。あと、まあでも無反応の方がまだいいかもしれないですよ。初見じゃないですか、うん、そのお客さんが、はいはい、だったら、まあ、まだこっちもあの知ってもらうためにと、あので、ある程度こう、まあ、各会場でこう言ってることと被ってしまったら、はいはい、まあまあいいんですよ。各会場でね、後楽園が一番きついんですよ。あ、そうなんですか。毎月来るわけじゃないですか。あ、こいつまた同じこと言ってるぞってなると困るんで、いろいろちょっとこう考えながら行くんですけど、そうすると、うん、行き詰まってくるんですよ。行き詰まってくる、行き詰まってくる。まあきつかったですね。あ、本当ですか。本当にもうあの時はもう、それも突っ込まれてましたもんね、結構ね。はい、毎回後、ね、楽園にいるお客さん同じな方もいらっしゃるんですよね。後楽園に来る常連さんっていますからね、はい、うん、でもう各団体も常連さんいますからね、はい、そうか、そうか、そうなんです。で、GBH と戦いますよね、GBH、当時。おお、そうです、ね、当時ね、GBH とか新日本にいたっていう話にね。そうそうそう、そうです、懐かしいですね。そうそう、GBH もう今はなくなっちゃった。あ、中部さんと、いや、まだありますよ、本さんが2人だったんですね、微妙にあるよ、ちっちゃくなりますよね。ねえ、それからあとはケイオスのメンバーともやってますよね。あ、高橋宇治郎選手とか、あれの頃です、ノリミットだ、ね、あ、ノリミットだ、そう、はい、そう、ノリミットだ、そうだ、ね、ノリミットもやってますよね、はい、この場合はこちらの、まあ、まあ、こちらというか、まあ、全日本プロレスのリングに上がってた時ですね。天候寺がタッグ組んでて、はい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 、その時だけ1日だけ天候寺が分かれて、小島さんはあの開催マッチ、 F4 を連れて、で、向こうは、ね、連れて、スノーリミット連れ て、 連れて、ね、で、最初の煽りも、はいはい、ユージローがかかってきなさいみたいなぐらいの感じで、なるほど、ちょっと、まあ、ノーリミットはすると少しキャリア長いからねっていう感じでやって、うん、あの試合はすごいいいね。あのこと考えたらすごい良かった、うん、記憶があるけど、うんうん、メインが高山スパムじゃなかったかな。あ、なるほど、そうだったかも、あのね、言ってたから多分そうか、山さんの話だけど、あのすごい、須山さん、高山さんと須山さんのザーンって頭突きをして、すごい音が武道館で響いて、確か、あの武道館は多分両国ですね、両国ですね、すごい覚えてるかな、あのその6歳も多分すっごい面白かったので、あんまりその団体が絡み合うことないですもんね。ですですです、そうです、全日本プロレスが退団されましたよね、はい、でレスリアに来ました、はい、葛藤があったと思うんですか。それはもう葛藤ありますよ、で、僕もともと全日本に入りたくて入ったんで、あの初めに憧れたプロレスラーはミサラミサルさんなんですよ、なんですけど、でもノアに行かなかったのは、やっぱりその全日本プロレスという団体に入りたかったんで、で全日本を受けたんですね、
その心は何だったんですか、全日本に入りたかったっていうのは。いや、やっぱその一番初めに見て好きになった団体だったんで、でそこに、はい、やっぱり目指してやってきたわけじゃないですか。そのそかそかレスリング始めたもそうだし、大学帰ったもそうですし、はい、それは何、あの馬場さんの全日本、三沢さんですね。まあ馬場さんがご健在の頃からずっと見てるわけですけども、でもまあそうですね、それで僕がもう見た頃にはもう完全にその四天王の全日本になってましたけども、はい、その全日本に入りたくてもう積み上げてきた、はい、から葛藤ありましたね、やっぱりそういう意味ではね。そうなんですよ。でただですね、やっぱりその、まあ、こう分裂になる時に、そのまあ元々憧れて入ったところですけど、やっぱその自分をこう育ててくれた人っていうのはやっぱ武藤さんなんですよね。そのもう武藤塾でこう見出してもらって、でそのままこういろいろ教わってきた時に、でそのまあ団体についていくか、こう人についていくか、でそのまあ団体っていうのも本当に自分をこうプロレスラーにしてくれた団体なわけですよ。ただもう僕をこう育ててくれた選手武藤さんがいると、まあ、本当その生みの親についていくか育ての親についていくかっていうのも葛藤になったわけですけど、やっぱ育ての親だったんですね、僕の中では。はい、で武藤塾を入門のきっかけですからね、はい、武藤さんに採用してもらったっていうのがやっぱあるんだと思うんですよね。やっぱそこでこうどっちにこう恩返しをしたいかっていうと、やっぱそのはい、でなんていうんですかね、あとそこでこういろいろ考えた時に思ったのが、こういつまでもあると思うな親とかなっていう、その言葉がこう頭の中浮かんだんですよ。やっぱ武藤さんもこう今膝も外悪いじゃないですか。でいつまでもこう、まあ、試合できないと思うんですけど、もうまあ団体こう立ち上げるにあたって、まあ、現役で続けなきゃいけないっていうことになった時に、やっぱりその選手でいるうちに恩を返しておかないとっていうのがやっぱり相当あってですね。そうなるともうそっちしかなかったですね。いやね、恵子さんなんかコメントあります？いや、なんかもう男気を感じましたね。その一言につきます。ね、はい、やっぱり人ついていくよね。それは私もね、あの、まあ、業界は違いますけれども、やっぱり師匠いますし、彼に一生ついていきたいなと思って、もう亡くなってしまいましたけれども、でもやっぱりずっと心は彼についていってますからね、そういうところありますよね。はい、ありがとうございます。いやもうなんかすごく聞きにくい話だったんですけど、ありがとうございます。いや聞かなかったけどね。はい、じゃあ次のね。流しましたけどね。すいません。なんかこの番組謝るばかりですよね。いやそんな。というわけで次の質問いきましょうか。はい。記憶に残る名勝負と、はい、いうことで。ちなみにあの山本選手が、はい、あの自分の試合、ご自身の試合で、はい、これはベストだったなっていう記憶に残る試合ってあります。ベストも、まあ、もしかしたらタイトルマッチかもわかりませんね。そうですね。でも自分らしくこう戦えたそのタイトルマッチだと、やっぱこう佐藤光との試合は初なのかもしれないですね。そうだ佐藤光選手とはタッグも組んでましたではなく、もうあの1対1 の横浜分隊でベルトかけた、ジュニアかな、ベルトかけた、その、はい、世界ジュニアの試合もそうなんですけど、三毛勝負やった時だったんですよ。お、最近では珍しいですよね、三毛勝負はね。はい、あのタイトルよく忘れたんで、覚えてないんですけど、はい、なんだっけな、あの情熱バカ対変態レスラー魂の三本勝負、そんな試合だったんですけど、その最終戦が横浜の文化体育館で、やった時に僕あの、まあ、彼に頭突きをしたんですけど、その頭突きで僕の額を9針縫うだけの傷残ってるから、ね、はい、傷が、ですね。まあ、だその時、まあ、その割れたこの自分の額から流れるこう血を見ながら、うわ山本浩らしいなと思う、おぼろなこう教訓の中で思ってたのが、自分で続きしたら割れちゃったよ、ね、でもあれって若干浸ってるじゃないですか。続きって物理的に言うと、はい、作用反作用の関係があるから、うん、自分も犠牲になるよね、あれどうしてもね。まあ、剣ですよね。モラの剣ですよ、本当にね。生まれたのはその時が初めて？いやいや、あの、そんなことないですよ、ね、はい、で、これも多分記憶に残る自分の試合だと思うんですけど、僕一回あの、
菊池剛さんとちょっとあの頭突き合戦を、しかもそのすごいくだらない頭突き合戦をしました。僕がパイプ椅子に頭突きをして俺のが硬いぞと見せたら、菊池さんがこうゴングに頭突きをしたっていうのがあったんですけど、ゴング菊池さんらしいな。ゴングのこう尖ってるところに当たって流血したんです。流血しちゃった。そんな美味しいとこをこう頭を硬いっていうことを見せるだけじゃなく、そんな美味しいとこを見せられて、黙ってられるわけがないじゃないですか。ですね。そうですね。思いっきりゴング頭突きしたんですよ。そしたらこう4針縫ったけど、首が、そう尖ってるっくり割れまして、尖ってるとこじゃなくて、いや大変なとこにあってですね。あ、本当ですか。かっちり割れましてですね。でも血出ますでしょ、額が。もうあの時はもう本当にもう、あの流血とともにこうあれですね、体力も失われていくのがよく分かってそっか、体力失われていくんですね、やっぱりね。もうフラ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 してきましたよね。でも結果的に小野にとってはいい試合だったと記憶に残るから。いや、あれはもう本当にもうダメでしたね。ダメでした。もう本当にもうそういう意味に記憶に残ってると。菊池さんって、菊池選手って、なんか地でそれ言ってるような感じしますよね。たまたまかあの尖ったところに頭ねぶつけてかもしれないけど、それが地なんだって感じしますね、なんかね。いや、そうですね。菊池さんの前のほら情熱な、こうなんか、まあ、情熱バカって言っちゃいけないけど、それは菊池さんのみたいな感じだよね。あ、そうですね。うん、やっぱそのあの星も全部含めて、あ、そうです。そのさ、仙台と続くみたいな。INGK で今。INGK ね。やっぱどんなとこでも負けたくないですよね。あ、それはね、やっぱやりますよね。はい。この仕事に何なんだろうね。そう。いや、どんな仕事でもね、私ももう思うもん、やっぱり負けたくないと思うもん、やっぱり。そうですよね。まあそうなっちゃうとやっぱこうゴングに頭突きしちゃうんですよね。そうですね。しみじみと。いや、私も今度ゴングに頭突きさせます。いや、それはやめた方がいいですね。ガーンみたいな。違ったなみたいな。もう商売敵があったらあれ別ですけど。でちなみにですね、ヤモ、さんが尊敬するレスラーとか、まあさっきの伊沢さんの話しましたけども、好きなタイプのレスラーってどんなレスラーですか。そうですね、好きなレスラー、まあそのまあ三沢さんに憧れてたんですけど、まあ、当時同じくらいこう憧れてたのはタイガーマスク選手ですね。初代ですね。初代ですね。初代、もうビデオを借りてきて、まあビデオも VHS の頃ですよ。あ、VHS、そうですね、VHS。あの UWF の、あの、初代タイガーマスク UWF で戦ってた時あるじゃないですか。あの時スーパータイガー、スーパーカッター、あの時ではなくて、もう新日本プロレスやってた時。あのまあ、だからビデオを見てたんで、あのあれですね、そのもうデビューした時の、あのダイナマイトキッドの試合から、はい、もういろいろも見てですね、本当あの近くのあのビデオ屋さんにあるものことも片っ端から借りて、なかなかね昔手に入れなかったんですよ、あれね。手に入れなかったですね。初代の最近でこそね、あの、手に入るようになりましたけど、いやで特にも千葉県の君津市のもうビデオ屋さんといったら全然もう品数がないところじゃないですか。そう君津ですね。君津ですからね。なかったんですよ。そこを君津にするのかいって感じ。イエイ。調べですからね。そう。誰も拾わなかった。拾わなかった。どうしようかと思ったんですか。ありがとうございます。助かります。ちなみにあのちょっと待てよと勘弁してよなんていうレスラーなんていうのは今まで。ああ名前はなくていいですからもう、ピーディーですから。いやもうピーとかピーとかピーですね。みんなみんな。どんな出来事ですか。そうですね、一回こう、まあ、試合終わって、で洗濯もうあのホテル帰ってこう洗濯行こうとして、まあ、帰ってった時なんですけど、こうエレベーター降りていったんですよ。で一回降りて、バッと開いたんですよ。そしたらその酔っ払ったそのレストランの方がいて、あっとこう行っちゃったんですよ。そしたらもう目が合った瞬間にバコーンって殴られまして、でそのエレベーターの中でずっとこう殴られたまま、僕はあの洗濯行こうとしたらそのままもう一回上がってって、でエレベーター横でかわいそうで、あの降りてくっていう。もうなんだかな、そういう時ってどういう気持ちですか。どうだじゃねえよみたいな。もういやもうこれなんですかね。まあまあこういうこともあるんだろうなって。この世界は。いやこれまあ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 ね、いい経験したなって。先輩ですよね当然ね。でまあこれ美味しいなって。美味しいなって使える話になりましたね。そう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 、こういった時話せますからね。いや頭の中でカチカチと音がしてますね。カチカチとね。そうか、
ですね。お時間もそろそろね、いい時間になってきました。もう早いもんだ。ねえ、はい、最後、はい、こちら行きましょう。レッスルワン、これからの見どころと。これからの見どころ、ね、はい。甲斐選手と結構対戦はね、何度も何度もされてますよね。そうだ、全日本時代ですか。全日本時代ですね。今はい、ちょこちょこ、ね、はい、レッスルワンになってからそうでもないかな。そうですね、シングルで当たったことはないですし、はい、ヘビ行っちゃった。そうそうそう。これからヘビ行っちゃった。あ、まあヘビね。階級、そうですよね。階級上がりましたもんね、海さんはね。はい、今山本さんのライバルって言うと誰なんですか。ライバルって誰なんですかね。難しいところですね。そこ。ライバルっていう存在がなかなか今いないのかもしれないんですけども、まあなんかいろいろこういう言い方はあれなんですけど、うん、まあ、目についたことをとりあえず一生懸命やってきたのが今の現状ですかね。はいはいはい、はい、だ旗揚げして間もない頃は、うん、ちょっとまあ、東京連帯をこう構成させようと、うん、そう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 になった時期がありましたね。絶対構成させられるなんてマイクで、ね、やってましたもんね。だから無理だと思いながら、あの演技が辛かった。でも、ね、あの絡みはいいよね。結構絡まってた気がして、絡み面白かった、面白かった。もう東京グレンダーに1回入ったりもしまして、あ、そうそう、入れてくださいなんてね、ありましたね、うん、まあ、入ったりしてもなんか気がつけばもう東京グレンダー公演に呼ばれるようになるんですよね。なんか構成させようとしてたのになんかいつまいかこう巻かれてしまった、巻かれてしまった、もうちょっと歌まで歌ってくれたんだよね。そう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 。でもグレンダー公演面白かったよ、とってもすごい。でも今レスラーの話をしてた。そうですね、はい、すいません、失礼しました。レスラーの話ですね。これからのレスラー、はい、ね、なんか見どころっていうと、まあ山本選手の試合もね、これからの試合、戦ってみたい相手ってこれから誰かいらっしゃるんですか。戦ってみたい相手っていうか、僕今ですね、正直なところ、うん、そういうだからその、まあ、グレンダーをこう構成作業してたりとか、後輩のちょっと稲葉にこう数入れようとしてたりとかですね、まあ、なんかそういったことばっかりしてたらですね、すごくこう取り残されたんですよ、同期の2人に。いや、この間のそれがもう如実に払われたのがですね、両国国技館の大会ですよ。あ、僕第1部の第1試合でやってるのに、まあ、甲斐真田は全部メインですよ、ね、TNA と絡んで、そうそう、僕 TNA と絡みすらしてないですからね。そうですね、うん、これからちょっと絡んでいただいて、いやですから、ね、もうそういうことはやっぱりちょっともう、まあ、立ち止まってこう考えた時ですね、うん、やっぱりそう今のままだと、うん、本当このまま、まあ、同期の2人とこう差をつけられるばっかりなんで、うん、そこはもうちょいなんかチャンスをですね、掴みに行かなきゃいけないなと思ったわけなんですよ。ですからですよ、はいはい、ですからで、まあ直近のこれからの見どころですよ。見どころ、そうそうそう、はいはい、まあ直近のところですよ、これ直近のところ、はい、あ、ここね、これがですね、で、この4月17日ですね、うん、はい、4月17日のコラゲンホール、コラゲンホール、ここで、うん、まあ僕がですね、もうちろん今のままじゃダメだから、うんうん、まあ今、こういう人ですね、こういう人、マッチメーカー、はい、マッチメーカーに頼んだわけですよ、なんと、はい、なんと、チャンスをくださいと、うん、分かりやすい、はい、もうそうしましたらですね、はい、はい、まあ、ちょっと紆余曲折の、そうや、さんね、紆余曲折の末、はい、はい、こう4月の17日、はい、この後楽園ホールで、チャンスコントラチャンスという大会というわけで、試合をですね、組んでもらうことになったわけですよ。どういう試合なんですか。もうチャンスコントラチャンスなんで、うんうん、その勝てばチャンスがもらえると、あ、はい、まあ、勝った方にですよ。だから相手はまだ分かんないんですけど、 X だ、 X ですね、 X だ、そんな素晴らしい、そのこの4月の17日に勝ちさえすれば、うん、はい、チャンスが僕にやってくるわけですよ。チャンスというのは要望されてるチャンス、まあ、だからどんなチャンスになるかまだ分かんないんですけど、とりあえずやっぱりその、うん、まあ、僕としてはまたベルトにこう絡むようなチャンスだったりとか、そういうもうちょっと上に行けるステップですか、うんうん、になるこう試合をこう組んでもらえるチャンスを、はい、マッチをメイクしてもらわないとですね。マッチをメイク、マッチをメイク、5.4 もあるし、まだ他にもあります、5.4もあるしね、5.4もあるし、ここでもうだからまた第一部第一試合とかなんないことを祈るばっかりですよね。本当です。だからここでチャンスを掴んでいればこの5月4日で僕はやることになってますから、多分、はい、だってそもそも世界ジュニアのチャンピオンを取った人ですから、うん、ね、もう上に行けるような人ですからね、うん、もうどんどん上に行けなくて、構成とか、ね、行く手をやってる場合じゃない、そう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 、ちょっと寄り道すぎましたね。まあ学ぶこと多かったんですけど、ね、でまあちょっと5月の4日っていうことが出たんで、うん、これちょっと前日をちょっと見ていただきたいんですけど、前日ですね、なんと、はい、木更津、こんなビッグマッチの前に誰か入れたのか分かんないですけどね、この
千葉県の木更津市民体育館で、ほぼ地元じゃないですか。そうなんです。いやもうだって自主工業ですよ、まあ、ほぼ。ああ、ね、まあ実はこれ僕がプロモーターなんで、プロモーターみんなにブーブー言われながらこう5月3日ぶち込んだんですよ。それは言われますよ。いやでもね、楽しいですよ、これね。いやそうなんですよ。まあ、僕千葉県の君津の出身なんですけど、まあ、その隣の木更津市、ここでですね、まあ、何度かこのレッスルワンの大会をこう開催したいと、いうことで、まあ、ずっと動いてたんですけど、まあ、動いた結果この5月の3日しか空いてなかったんですよ、この大会が。まあ、これもなかなか大変だったですよ、もう。ですよね。こういう大会をやるのって、はい、協賛を取ったりとかっていうのはやっぱりみんなやられるわけですよね。全部僕やってますね。ですよね。もう告知も全部僕やってますし、なかなか大変なんですよ、本当。その一回こう、まあ、興行やると決めてしまうと、全部丸投げされるんで。で僕はもうなんていうんですかね、本当一人で全部動いてるんで、まあ、告知のためのその、ラジオ局のブッキングとか、広告を取り行ったりとか、まあ、パンフレットの作成とか編集とかも全部やってるんで、まあ本当家帰ってないんですけど。あ、家帰ってないですか。あれなんですよ、ね、子供大丈夫ですか。息子が実はもう3月の27日に1歳になったんですけど。可愛いですね。可愛いですね。可愛いですね。そう全然会ってないですよ。本当ですか。気がついたらもう昨日息子が立ったよって言われたんですけど、立ったってとこもまだ見てないですし。あ、本当ですか。もう寝返るったとこも見てなかったですし。あ、本当ですか。本当、多分このままだと気がついたらもう声変わりしてますね。いや、怖い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 本当怖い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 。誰っていう目で見られちゃうから、ね。本当ですよね。シャレになんなくなってきたから焦ってます。お土産だけ買ってきてくれるとこの人慣れだろうみたいな。ねそっち敬語使われるかもしれない。敬語使われる。子供に。おじさん誰みたいなね。誰ですか。ありがとうございました。じゃあ、まあ、ぜひぜひ、チェリーブラッサムですね、はい、チェリーブラッサムのシリーズ名ですね、はい、ツアーって言ってますね、今ね、そうですね、レッスルワンツアーっていうね、はい、2014と、はい、チェリーブラッサムと、もう5月3日じゃ絶対桜もう散ってますけどね。気持ちは桜を咲かしてると。ああ、そうです、ね、もういつも満開ですよ、僕は。で、4月の17、そして5月の4日、3日と、はい、そして22日もありますね、これね、はい、これはまた違うシリーズですよね。トライアウト、はい、トライアウト、ね、かっこいい名前で、かっこいい名前ですね、もうどっから持ってきたの。これ、武藤さんのね、あの歌っていうか、入場曲の名前がトライアウトするんです。ああ、なるほど。そう、うん、はい、実はどっかの映画から持ってきたらしいんですけど。ああ、そうですか。なるほど。笑っちゃいましたけど。武藤さんの曲じゃないですね。そうですよ。ぜひぜひちょっと後楽園、木更津市ね、木更津市周辺の方々はぜひぜひ、はい、見に来ていただければと思います。も見に来ていただければと思います。あと東京からバスでも行けますもんね。あ、そうです、実はです。そうなんですよ、実は今回ですね、まあ、僕がプロモーターということで、はいはい、初めての試みで、千葉の、まあ、バス会社とですね、提携させていただいて、はい、新宿駅からですね、まあ、ちょっと離れるんですけども、その新宿駅の、まあ、バスの、まあ、駐車場から無料の送迎バスを、無料、新宿から、はい、すごい、木更津の市民体育館までですね、行くバスのツアーをちょっと企画させていただきまして、はい、まあ、一応ゴールデンウィークのど真ん中なんで、まあ、ちょっとお時間をですね、まあ、長めにとって一応3時間見てですね、12時出発にさせていただいて、はい、で、まあ、3時の会場にはこう間に合うように、でもちゃんと新宿駅までまた送り届けさせていただきますんで、じゃあもう東京からのツアーになってるわけですね。そうなんです、ね、あ、素晴らしいですね。これはどうしたらそのバスに乗れますか。あ、これですね、まあ、近々公式のホームページで、公式のホームページで、はい、発表されるんですけども、はい、まあ、こちらにですね、ちょっとあれが出てるんで、あ、そう、はい、ホームページのアドレスですね、木更津アンダーバー、いや、すみません、僕の作ったアドレスです。あ、本当ですか。はい、木更津アンダーバーバスですね。おー、はい、のアットマークヤフー .co.jp、 あー、はい、入れましょう、入れましょう。こちらに、まあ、お問い合わせいただきましたら、大和博士から直接ですね、バスのその乗車場所と時間と、まあ、乗車方法と、が届きますので、ヤマトさんから直接フリーじゃなくて本当に本人から、はい、本人が全部やってますんで、もう、はい、これはすごい、嫁全く手伝ってくれ、いや、子育て忙しいですよ、本当もうですよね、はい、もう、まあ、ちょっと、無用な火種はちょっとね、先にましょうか。というわけで、はい、皆さんぜひ、レッスルワン見に来てください。はい、ね、見に来てください。もう、ヤマトさんの興行もぜひ見に来ていただければと思います。はい、はい、で、
このスケジュールプログラム、はい、あのこのね、試合のスケジュールはあのもうパッと出しますんで、あ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、で、はい、あと、そうですね、はい、もうぜひこのね、出ますんでね、はい、よろしくお願いします。とりあえず都内の、大会と、まあ、首都圏ですね、はい、大会をこう、ね、話していただきますけど、ね、え、まあ、いろんな地域でまた今回ありますんで、そうですね、見ていただきます。スケジュールざーっと出しますんで、ね、ありがとうございます、はい、というわけでというわけで、お別れに開きにいたしましょうか。はい、わ、早いですね。本当ね、もうね、あの、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、もう私たっての希望で、あの、打ち合わせ全くなしでやってくれてもすいません、もうどうなることか。話が飛び飛びになって申し訳なかったんですけど。いやいや、そのせいでもない、もう時間をかけちまってた。僕のせいですよ。いえ、どうです。でも全部僕のせいです。いろんなこと全部ネタバラしてくれて。あの、山本さんなんか決めのポーズだったんですか。まあ、僕のっていうか、レッスルワンがこれなんで。あ、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあちょっと掛け声かけていただいて。え、どういう感じですか。掛け声がですね、あ、そうだ、なんだろう、掛け声があるんですけど、うんうん、ポーズこれなんですよ。どうしようかな、掛け声するとこうなんですよね、 AAO なんで。あー、そうか、そうか、難しいな。まあ、じゃあこっちで AAO で、はい、はい、A-O、あの、一人残らず真っ白な未来へと僕が言いましたら、はい、AAO で、はい、締めていただければと思います。はい、はい、じゃあそれでは今日はどうもありがとうございました。はい、はい、それでは一人残らず真っ白な未来へ、AAO! ありがとうございました。